はい、よろしくお願いします。今回は数3の対数関数の同関数丸1をお送りします。で、前回までね、三角関数やってたんですが、ここから対数関数です。で、ポイント含めて今回10問問題ありますので、一回ね、ぜひ動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、前回までの三角関数のところは、まあ、コサインとサインとタンジェント、微分したものをそれぞれ覚えて、で、それを使って、まあ、解いていくっていう流れだったんですが、ここでは、ログ X、そしてま、ログ AX、まあ、定がちゃんと書いてある方ね。まあ、本当は E があるんですけど、それもちょっと後ほど話します。だこの二つをまず覚えてください。で、なんでこっちにも問題があるのにこっちだけかっていうと、実はこの答えとここ同じなんです。セットになってる。そう、絶対値がついてもね。で、まずログ X に関しては微分すると X 分の1になります。だから絶対値がついてるログ絶対値 X も同じです。 X 分の1になる。じゃあ定が、まあ、数字が入ってくるね、 A があるログ AX、 こいつはどうなるかっていうと、 X 分の1は同じなんですけど、まあ、イメージとしてはその X 分ののところにログ A がくっつきます。だから、ちょっとちっちゃくてごめんね。ログ A 分の1です。ちっちゃい。X ログ A 分の1。で、こっちの絶対値くっついてるログ A 絶対値 X。こっちも同じです。X が出てきて、そこにログ A がくっつきます。で、分の1と。まず、ここを押さえてもらって、で、下の問題やっていきましょう。で、先に問題を解いて、で、最後にその E の話をちょっとだけします。いいかな？じゃあまずこれ、ログ 6X ですね。形としてはこっちです。まあ、定が書いてない方ですね。なので、今やったように、X のところがま、X 分の1になるので、同じように、この 6X、一塊だから、6X 分の1と、まずこうなります。ただし、X のところを 6X に置き換えてるので、まあ、いつもね、やってきたように、こいつを微分したものをかけます。で、6x 微分すると、まあ、6なので、こうなって、まあ、結局ね、x 分の1になりますよっていう。まあ、こんな感じです。で、次も同じ。ログ、カッコ 3x2 乗プラス1。形としてはこっちですね。なので、まずは一塊って考えて、こうやって分数にします。 3x2 乗プラス1分の1と、そしてそこにこれ、まあ、一塊ですね、これを微分したものをかけると、こっち微分すると 6x、 こっちはね、1は消えてしまうので、で、まとめてれば 3x2 乗プラス1分の 6x と、これで OK です。で、次は、x ログ2x ですね。つまり、ここに、ちょっとちっちゃくなりますけど、掛け算がある。だから、まあ、積の微分法ですね。まあ、順番はどちらでも構わないんですが、まずは、じゃあ、こっち。x 微分して、こっちこのまんま。で、行くと、x 微分すると1なんで、1かけるそのまんまだから、ログ2x。で、足すことの、こっちそのまんま。で、こっち微分します。で、まあ、ログ 2x ね、さっきこっちでやったようにやれば、まず 2x 分の1が出てきて、そこに 2x を微分したものをかけるから2をかけましょうと。つまりこうなるので、ログ2、あ、ログ2いっちゃった。そしてね、ログ 2x プラス、ここま、2で約分されて、しかも x も消えるので1しか残らないんですよね。だからログ 2x プラス1と。これで終了となります。では次ですね。まあ、定がある、まあ、10がね、書いてある、こっちのパターンでいきましょう。まあ、こんなパターンですね。ただ、やり方は基本的に一緒です。この公式というか、これさえ覚えておけば大丈夫で。まず、ここ、一塊なんで、同じように、1、マイナス、2x、括弧しようか。まあ、分の1っていう感じになるんですが、その後ろにログ A がくっつく。
で、今 A は10なので、だから後ろにログ10ですね。をくっつけてください。で、それに1。ただ、かける、今までやったのと同じです。ここね、を微分したものをかけなきゃいけないと。で、そこを微分すると、マイナス2。になるので、まとめてもらって、下いけるかな。マイナス邪魔なんで、ちょっとカッコの中に分配しちゃいましょうか。カッコの中順番変えて、2x マイナス1、ログ、10分の2か。若干入ってない気もするけど。あ、線が怪しかったですね。いいか、ここで言うと書き直しますね。これ書けるので、ここの順番が変わります。ちょっと申し訳ない。で、2x マイナス1になって、上に2が乗ると。こうですね。これで答えとなります。で、次、絶対値が入ってるんですが、まあ上でやったように同じなんだよね、やることは。で、これは定が書いてない方なので、x 分の1、これを使っていこうと。で、同じようにやっていくと、これがね、x2 乗マイナス1が一塊なので、x2 乗マイナス1分の1かけるって今書いてきましたけど、もう暗算で一気に行きましょう。1、あと x2 乗マイナス1分の1になってるんですが、こいつを微分したものをかけなきゃいけないんで、微分すると 2x。だからもうこれで終了です。で、ラスト。次は定がね、3って書いてある。まあ、絶対値使ってるんで、公式としてはこの最後のやつになります。だ、同じようにね、やっていくと、まずこれ x プラス5が一塊なので、x プラス5、カッコね、x プラス5にログ3をかけます。で、分の1なんですけど、ここを一塊と考えたので、それを微分したものを最後かけましょうと。ただ、あれ微分しても1なんですよね。だから結局ここは1で終了なので、これで OK と。いう感じになります。なので、問題の解き方としては、まあ、これがね、まあ、上の部分を使ってやってみてください。で、最初にちょっとだけ話をしたんですが、このログ X に関しては、定がね、これ入っていくかな？ギリか。書いてないんですけど、実はね、ログ EX って言って E が隠れてるんですよ。これ、指数関数のところではもろに E いっぱい出てくるんですけど、目に見える形でね。で、この E はですね、まあ、定が E になってる。これ自然対数って言います。一応書いておこうか。定が E のものを、こういう、そのね、そういう対数を自然対数って言って、で、E に関してはちょっと動画をね、深く掘るつもりはないので、ここで簡単な紹介になっちゃうんですが、E の定義は、H を0に近づけるときの、ごめん、どうせでした。1プラス H の H 分の1乗。これが E って定義されます。リミット H を0に近づけるときの1プラス H 分、あ、まぁ、カッコ1プラス H の H 分の1乗ね。で、E で、E の値が、2.718?7、2だっけ ?718、28。まあ、無理数なんで続いちゃうんですけど。っていうふうな一応定義をされております。はい。まあ、こんで簡単な紹介になっちゃうんですが、ただ、そのログ X、定が書いてないものは E っていう、って定があることはちょっとね、覚えておいてください。いいかな？では、今回はね、対数関数の導関数やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。